こんにちは。高い歌唱力はもちろんのこと、表情豊かな歌声と底抜けな音楽センスで今一番ホットな歌手の一角を担うアドさん。今回は話題の女子高生シンガーアドさんの人生に注目してみましょう。アドさんは2002年10月24日に東京都に生まれます。家族構成は両親とアドさん。幼い頃から人前に出ていくようなタイプではなく、内気な少女で音楽にもあまり興味がありませんでした。しかし小学生の時に見ていたアニメ「かげろう」プロジェクトに感銘を受け、そこからまふまふさんやそらるさん、天月さんといった人気の歌い手さんの音楽を聴くようになります。また当初は親のパソコンでニコニコ動画を視聴していましたが、任天堂の 3DS でニコニコ動画が見られるようになると、自分の持ち物で見られるという嬉しさからどんどんのめり込むようになり、小学6年生の時には自分の歌声を録音してアップロードできる機材を揃えて、アド名義で音楽活動をすることを両親にも伝えています。ただ機材は揃っていましたが、使い方がわからなかったため、自分で動かしながら操作方法を確認したり、ハウツー本で一つ一つ学んでいったため、実際には中学2年生になってから自宅のクローゼットの中で録音したクワガタ P さんの君の体温をカバーした動画を公開したのが歌手としての第一歩となります。4作目には和田武明さんの嫌い嫌い自画肥大を公開すると、その歌声が話題を呼び知名度を高めていき、2019年には YouTube にて自身の歌声をアップロードし始め、その際からボカロ P のクジラさんやジョン焼き鳥さんの楽曲制作に参加します。そして2020年10月15日にユニバーサルミュージックよりメジャーデビューを果たし、リリースした楽曲うっせーわが8000万回再生を突破しており、これからの活動も大きく注目されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またリクエストがあればコメント欄までお願いします。